襲われたのかな。悪くなるとね、肩が上がりがちになるんで、上がったなってこうなっちゃったなと思ったらこのままでいいんで、この圧力を変えずに肩をスーッと落とすっていう、こういうものですね。だからこうグッて押したら大体最初に力むからこうなっちゃうんで、こうなっちゃってもこのままこうやめちゃわないで。この圧変えないで肩を抜きながらスーッと圧もかかる。今ほとんど肩使ってないんですけど、ここ友達さんの中ですけど、ここにかかってた圧は変わらないです、ね、全く変わらない。こうなっててもここの圧を変えるんです。さあどうやるの？逆にどうやるのね。それはちょっとずつここからってやるしかないんですけど、最初はどうしても筋肉って0、100でしか動かせないんで、こうなっちゃったら。ここだけが100で、あとは0なんで、かといってじゃあちょっとずつ抜けていっても次0になっちゃうんで、これをここの肩を 50% ぐらい抜くっていう、そういうちょっと身体操作なんですけど、ちょっとずつやる。私も3年ぐらいかかってる、はい、そんなすぐにはできないです同じですね、こっちときて戦っちゃダメですよ圧変えずに出る。これもさっきと一緒で、まあ難しいんでそんなすぐにやらなくて、結局こうなっちゃうともうこれで友口さんみたいになって、圧を変えないで動いてる時も、まあ、ちょっと少し高度な感じで、なるべくかかってる圧を変えずにどうやって体を動かせば圧を維持したまま動かせるかなっていう意識。で、まあここまでは、まあ、何回もやっていくと思うので、女さんはこれやるんです女さんは裏だけやってもらいます。はい、で古賀さんはそうですね、古賀さんは2級ですのでで、これを、はい、となるとあ、いいですよ、これ後ろ足出して。これ呼吸ですね。とりあえず呼吸からちゃちゃって。今日黒瓶いっぱいあるから。肩肩ってですね。飛ばなくてもいい。転がらなくてもいい。これもさっきこれと一緒で、押すときにこうなっちゃう。せっかく足を踏み込んでいるのにダメなんで、しっかり足が体で押す。正直ここはそんなに力を使わないで、もちろんね、これは大丈夫です。それと合わせて、はい、そしたらもう一回取りに来たら後ろに。それこそ今田さんこれのね隅をねこう来て、こっちにこう座りくって、この隅に崩れていくようにこうかけるので、こういうふうに崩れて、決してここに押すっていう重心がこの方向に行く。でこれ4級の感じで。はい、そしたら片手で前を押さえて、これね、こうなるときからこうなっちゃう。だからこうなっちゃうと力一方、ここに置いたままこういう状態っていう感じですね。こうやるぞってやるぞってやると、友口さん反応しちゃうからね、反応しかせないんだよねスーッてこう何がこれはこっち向けなんですけど、どっちかっていうとまあ技として前足後ろ足でこの時になるべくいっぱい使ってください。ここだけでこうやるとすると対応する人が簡単なんで、この力だけで対応する。これが他の全部使ってるって分かんない。野林さん最終的にはそれでも止められたらあとは息使うっていうねあ、そう、触られちゃった。女さんよ。あ、こさこさ。押さえて、後ろ足。これはまあ、こうでしょう。これもやっぱこうなっちゃうとね、こうすって、こういうふうになっちゃう。で、なるべく、最初どうしても初心者の人、肩上がっちゃうんですけど、上がったらもう一回落として、この後だけ改善腰でグッと。すると、がっちり抑えられたときには、ですね。あと、今でも同じ圧かけてこうやってもうするとこうなってきたから、そのままそうこうなってこう戻ってきちゃうと返されちゃう。はい、まず4球で指を取って使って、肘がなるべく肩よりは上で、あんまりあとこう斜めにならずにまっすぐいつも言ってるこの小指の付け根を取ってくると、あんまりこう上げないで体をで、ここまでは一緒ですが首を取って、それは同じ。ここまでは一緒なんですが、さっきはテープにしたのはさっきはね、首をこう下がるで足を引いて引っ掛けて、はい、よいしょ、交差取りの3キロと腕投げですね。後ろでね、まあ両回ってこう回って、いつもここで割ってますけど、これもまたちょっとこの手の肩をこう回すつもりで足です。多分今そこまで考えてないでやってるから結構これでこういう感じで終わってると思うんですけど、本当は畳をこう触るぐらいの気持ちで下にやって真方向を思いっきり崩すんですよ。それで、はい、転がりましょう。